マーティン・レビアス・ワイコフは、アメリカ合衆国から日本に派遣された、アメリカ・オランダ外閣派協会の宣教師である。オランダ系アメリカ人で、先祖は17世紀初頭に、アメリカ合衆国に移民した。ニュージャージー州、ミドルブッシュ生まれ、1865年に15歳で洗礼を受けた。ラトガース大学で理科学を収めた。東京の管理体生学校に移動した。 ウィリアム・グリフィスの後任として、1872年7月27日に横浜に上陸した。東京でグリフィスやグイド・フルベッキの世話になった後、福井県の中学校に教師として、不妊英語とフランス語を教えた。ここには、アメノオモリ・ノブナリラ21人が学んでいた。1873年に婚約者、アンナ・ベアードが訪日し、東京で、 結婚式を挙げた。福井県の中学校で契約が切れて、文部省から新潟外国語学校に赴任するように要請されて、アメノモリともに新潟に移動した。新潟外国語学校で1874年9月より、英語と理学を教えた。また、エディンバラ医療専協会の TA パームにアメノモリを通訳者として紹介した。1876年から、 東京海星学校の教師を1年務めた。翌年、米国に帰国して、ラトガース大学で物理学の講師に就任した。アメリカ・オランダ外革長老協会より、横浜の先、志学校の校長に就任してほしいとの要請があったため、1881年9月に選挙師として再訪日した。先、志学校では、英会話、英作文、 音読、学校事務などを行った。教え子には、和田健三、野谷武雄などがいた。1881年先、志学校は、築地大学校と合同して、東京一英和学校になった。ここで、ワイコフは科学と物理を教えた。1884年には、英和予備校の教員を創立より兼務した。1886年に、東京一新学校。 東京一英和学校、予備英和学校の3校が合併して、明治学院になった。ワイコフは普通学部の教授になり、科学、物理学、地質学、英会話、和文英訳、翻訳法、英文学、英語学、ラテン語、ドイツ語を教えた。1895年に、ラトガース大学より、科学博士号を授与した。1894年には、イ,ハイエンの理事を務め、 ハンセン病患者の疑問をした。1911年1月27日に東京白山の自宅で心臓麻痺により急死した。明治学院チャペルで葬儀が行われ、白金の随清志寺に葬られた。ありがとうございます。